星和弘は長野県大滝村出身の元スケルトン選手。長野県基礎高等学校出身。仙台大学体育学部卒。システックス所属。日本におけるスケルトンの先駆者でもあった。幼少期から自然に囲まれた環境で育ち、小学校では水泳と陸上の短距離選手でもあった。またスキーも達者であった。 中学から本格的に陸上をやり始め、基礎高校時代は、砲丸投げの選手として活躍。仙台大学入学後は、ボブスレーブに所属したものの、練習の厳しさに挫折。一度部を辞め、4年生の秋から再入部する。その後、全日本に選ばれるも、1992年、アルベールビルオリンピック五輪選考会で敗退。その後、スケルトンに転校。 スケルトン転校直後は日本国内に指導者が全くおらず経済的にも苦労していたが遠征中に他国の選手、指導者などのアドバイスを受けるなどして徐々に力をつけていくとついに1999年のワールドカップケニック勢大会で3位入賞さらに翌シーズンの長野大会で初優勝した日本人選手がソリケ系種目の世界大会で3位入賞 優勝をしたのは、いずれも、腰カズヒロが初めてである。この頃、シの得得した高度なカーブの滑走技術は、腰ラインと呼ばれるようになった。全日本スケルトン選手権大会では1998年から4連覇を果たす。競技で使うソリは、当初が異国製を使っていたが、腰が世界トップクラスの選手に成長したことで販売して、もらえなくなったため、2000年初めから、 和歌山県の金属加工工場、ニギテックが製作したソリを使用している。2002年ソルトレークシティオリンピックでは、1948年のサンモリッツ大会以来、54年ぶりに正式種目に復活したスケルトンの日本代表に選ばれた。この時、日本選手団最年長の37歳で、オリンピック初出場を果たしたはマスコミからは、親父の希望の星と紹介され、 メダル候補として期待されていた。しかし、競技前日からのコースへの積雪により、スタートダッシュで遅れても、滑走技術で逆転するスタイルの腰には、不利な状況だったこともあり、結果は8位入賞にとどまった。ただし、ソリ系種目での日本選手の入賞は、札幌オリンピック以来30年ぶりの快挙であった。2003年からシステックスに所属。 スポンサーにフリーポート、日立高病院、クラブコング、新州須藤がついている。また、松本生徒はトレーナー契約を結び、年間を通じてトレーニングの指導を受けている。2006年トリノオリンピックでは再び日本選手団最年長で代表選手となった。1回目の滑走でメダル獲得も狙えるタイム差の位置につけたが、2回目の滑走を失敗し、 結果は11位に終わった。この結果に、コシは自分の情けなさに涙を流した。鳥のオリンピック終了後、コシの身体が騒がれていたが、まだやり残したことがあるとして、現役を続行することとなった。2007年6月21日に、メインスポンサーである、システックスの元、田山信介選手、高橋博史,史選手と共に、 日本で最初のスケルトンのクラブチームスケルトンクラブを設立した。2009年9月20日、全日本プッシュ選手権に出場し、順位こそ9位であったものの44歳にして自己ベストを更新した。競技終了後、2010年バンクーバーオリンピックを最後に第一戦を退くことを表明した。2010年1月、腰は、 バンクーバーオリンピックの代表選手に決定した。45歳での冬季オリンピック出場は日本選手として史上最年長である。2月19日20日にウィスラスライディングセンターでの競技に挑み全4回戦を完走して20位に終わった。腰は競技終了後に限界値だと思いますと語り現役引退の意向を示した。2010から2011年シーズンから 日本ワールドカップチームのヘッドコーチをしている。2013年、2年前の宴会での不適切な対応により、連盟より、勲告処分を受けた。2017年8月、4年前の障害の容疑で、書類送検される。9月には責任を取り日本ボブスレーリュージュ、スケルトン連盟のスケルトン強化部長を辞任した。10月27日付で、不起訴処分となる。 1992から1993年シーズン1993から1994年シーズン1994から1995年シーズン1995から1996年シーズン1996から1997年シーズン1997から1998年シーズン1998から1999 年シーズン1999から2000年シーズン2 0 0 0から2001年シーズン2 0 0 1から2002年シーズン2 0 0 2から2003年シーズン2 0 0 3から2004年シーズン2 0 0 4から2005年シーズン2 0 0 5から2006年シーズン2 0 0 6から2007年シーズン2 0 0 7から2008年シーズン2 0 0 8から2009年シーズン2 0 0 9 2 0から2010年シーズン。ありがとうございます。